グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。暴走対策ウッドデッキ工事、雑草がなくなり快適なドッグランが完成。玄関脇も新しく土間を打ち、ポストを新設します。インターホンをつなげるため配線を道路の方まで通す工事です。新しいポストの独立ユニットにインターホンをつなげます。ポストユニットは木のように見えて腐らないタイプの木目のポールを採用しました。ポストの後ろに新しく木を植えて雰囲気に合わせてデザインをしました。玄関脇の土のままだったところを土間コンクリート打ちにします。アクセントのレンガ敷きにしっかりと養生をして土間コンクリートを盛んで鳴らします。レンガはコンクリートを吸い込んでしまうためしっかりと養生が必要です。駐輪スペースの土間コンクリート打ちが終了しました。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますのでお気軽にご連絡ください。フリーダイヤル0120-041-301です。お電話お待ちしております。